ちゃんくんがトイレの外におしっこをしてしまうんですが、気になることが出ました。どうもちょっと血が出ているように見えます。赤いよね。そうだね。さあ大変です。ジャン君、ジャン君、ジャン君、また検査が始まるよ。今14歳になりましたが、もしも手術っていうことになった場合、だんだん危険な年齢になっています。さあどうだろう。はい、ポンちゃん心配だよね。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、病院に行きましょうか。ジャン君、はいはい、ジャン君、なんか結石の疑いがちょっと出てきましたが、様子としてはそんなに元気ないわけではなく、それなりかなと思うので、ちょっとですね、最近買ったこのおもちゃ、猫じゃらしのなんか新作のやつ、日本製、はい、遊ばしてみて健康を取り戻してみられないだろうか、素人考え。どうやって開けんだ、ちょっと待ってね。これ、この先はシリコンになっています。はい、どうでしょう。ジャン君は遊ばせたいのに。はいはいはい、逃げた。ちょっと食いついたんだけど、まだ少し怖いみたいです。運動したらね、石が散るんじゃないかと思ってね。そんなことないかな。でもなんかいいこと起きんかな。はいはいはい、ちゃんも来た。
狭いとこ入っとるの、ジャン君。初めてのものに弱いジャン君。この棒の先についているこの緑色のやつはシリコン製だそうです。うん、ネズミの尻尾っていうタイトルだよね。確かに尻尾っぽい動きになるよね。うん、ただジャン君が本気で遊んだらちぎると思うんだよな。飲み込むことはないとは思うんだけど、まだどうでしょう。一応ね、日本製なので毒はないと思うんだけど、慎重に遊ばせています。はい、今回は外に相変わらずしてますが、血は出てないみたいだね。まだ軽い症状なのか、それとも最初のが何かの間違いだったの。でも血は焼かなんだよね。